バブルって今振り返ってみるとどうでしたか？お金を使ったなみたいな。大学とかはもちろん行きたかったんですけども、高校全然勉強しないしサボってばっかりで、もう本当にビリの成績ビリで、出席日数もギリギリで卒業って感じだったんで、とてもじゃないけど大学に行くなんて選択肢はなくて、でも就職はまだしたくないなみたいなことで専門学校に行きました。それは旅行の専門学校なんですけど、やりたくないことを削ってったら残ったみたいな。その専門学校入学して、専門学校時代は、はい、どうでしたか？あ、専門学校も楽しくなかったですね。サボってました。学校が嫌いなんじゃないですかね。専門学校時代の出席はずっとしてたんですか？いや、出席も結構休んだりサボったりしてたんで。旅行の何をしてたんですかね？旅行のなんか資格みたいなの取る勉強とか、その国の勉強とか英語とか、なんかいろいろやってましたね。旅行に関する勉強。就職もだからもう最後の方まで全然決まんなくて、だから受けてもいなくてみたいな。でもさすがにやばいなと思って、なんかどこでもいいからみたいな感じで、地元が千葉だから、はい、成田空港の中に入っている貨物の輸入業者を受けて、そこに受かって就職しました。なんか仕事の時のエピソードありますか？帰り、ほんと11時とか12時ぐらいまで仕事とかする時もあって、それでほんと寝不足で大変で、1時間ぐらいかけて車で通ってたから、事故りそうになったことがありました。眠くて。そうですよ、ね、はい、ぐらい大変でした。面白さってなかったんですか？全然面白くなかった。会社でも友達ができなくて、はい。アルバイトは楽しかったわけじゃないですか。一つの集団がダメなんですかね。何なのか分からないです。会社の人とご飯食べないで、はい、他の会社のおじさんとかと食べたりしてみたで、その後退職されますけど、どうして退職されたんですか？はい、もう入ってすぐもう辞めようと思ったんですけど、でもそんなすぐ辞めたらなんか悔しいから、2年ぐらいはいてやろうと思って、はい、2年して辞めました。転職して、そこはちょっと大手の会社に入って、そこはすごい楽しかった。千葉のその中にあるそのコンビニのチェーン店の会計をする仕事なんですね。当時やっぱバブルだったってこともあって、仕事やっぱたくさんあったんですか？はい、仕事は忙しかったですね。まず楽しいと思ったのは なぜですかね？成田空港のその会社がきつすぎて、はい、もうそっちの新しい会社が大手だったから、天国みたいに待遇が良かったっていうのがあります。そこもまあ辞めていくわけですけども、はい、どうして退職されたんでしょうか？環境はすごい恵まれてたんですけど、仕事は全然面白くなくて、ただ会計を計算ずっとしてるみたいな仕事だったんで、責任ある仕事を任せてもらえなかったっていうのがあるのかもしれない。もうちょっとやりがいのある仕事をしたいなと思って、うん、でそれが女性はダメって言われたんです、うん、私がダメなら頑張ればなんとかなるかもしれないけど、女性はその職に就けないって言われたんです、その会社の中の。そうしたらもう絶対ダメじゃないですか、はい、女性がダメって言われたら。だから、ああもうじゃあどんなに頑張ってもずっと会計やってんだなみたいな感じだったんで、じゃあなんかないのかなと思ったんだと思います。多分そこからどう
芝居に、はい、それが多分ずっと自分の中でやりたかったっていうのを自分自身にも多分嘘ついてたっていうか、あのそういうのはやらない方がいいっていうふうに思ってたんだと思うんですけど、多分そこでなんか急にそういうのが湧き上がっちゃった。